また一つ証券会社でお得なクレジットカードが登場しましたので、まあ、そちらの紹介になります。で、マネックスカードという新しいカードなんですけども、まあ、マネックス証券を持ってる方しか持ってないっていう、まあ、カードなんですけれども、まあ、このカードのために可決してもいいぐらいなカードかと思いますので、マネックス証券の口座を持っている方も持っていない方も、まあ、ちょっとチェックしてみてほしいなと思います。で、このマネックスカードなんですけども、2021年の5月19日から発行開催されるということで、まあ、基本的なスペックを言うと、まあ、基本還元率が 1%、どこで使っても 1%還元で、で初年度年会費無料で、まあ、年1回使えば翌年も無料になるというカードで、まあ、カードの特典として、マネックス証券 の、 その即時出金サービスという、まあ、指定の金融機関にすぐにお金を振り込むというサービスがあるんですけども、まあ、それが1回本当は330円かかるんですけども、まあ、それが月5回まで無料になるという、まあ、これがまあ基本的な特典のパッケージになっています。で、そのカードを使って、まあ、マネックスポイントっていうのが貯まるんですけど、そのポイントの使い道っていうところで少しちょっとこのマネックスカードのまあ旨味があるというところなんですけども、まあ、マネックスポイントのまず一番こうメインの使い方っていうところで言うと、株式手数料に充当する、株式の購入手数料とかに充当するというところが一つと、あとはコインチェックの、まあ、仮想通貨取引所のコインチェックで、まあ、1ポイントを1円相当で使うことができると。まあ、この辺が一番ちょっとこう、使い方としては良さそうかなと思います。で、それ以外にも、ちょっとこれがね、注目なんですけども、実は D ポイントとか、ポンタポイントにも、交換できるんですね。なので、そんなにマネックスポイント貯めてもしょうがないなっていう方も、まあ、この D ポイント、ポンタポイントに交換していけば、結構使い勝手が良くなる。まあ、街中でも使うことができるようになるので、なので、まあ、あえてマネックス証券使ってないんですけど、マネックスポイント貯まってもなっていう方も、まあ、こういった交換ルートを考えれば、実は結構使い道があるんですね。で、マネックスカードで一番やっぱり注目したいポイントっていうところが、2021年の冬から投資信託の積み立てで買う付けがすることができるということなんですね。で、カードを使ってその投資信託を買うっていうことの何がいいのかっていうことなんですけど、まあ、投資信託通常現金で買うので、まあ、それだけで終わりなんですけど、クレジットカードを使うとそのクレジットカードのポイントが付与されるんですね。例えば、楽天証券で楽天カードで積み立て買うことができるんですけど、その時 1% のポイントがついたりとか、あとは三井住友カードでも SBI 証券の投資信託買うことができたり、その時にポイントが付与されたりとか、そうですね。で、そういった時にマネックスカードでも、マネックス証券で投資信託の積み立て買う時に、まあ、おそらく 1% のポイントはつくと思うんですけども、まあ、1% ポイントつくと、まあ、お得だよねっていうところで、おそらくそこが出てきた時に一番こう使うメリットとしては出てくるかなと思います。一つ注意点としては、通常まあ、楽天証券だったら楽天ポイントとかって株式の買い付けにそのポイントを使うことができるんですけども、マネックスポイントのそのポイントの使い道としては、株式手数料に充当するということなので、株式本体を買う時には使うことができないという、そこがまあちょっと注意点なので、まあ、そこは注意してほしいなと思います。で、ここからは10月31日までのちょっと限定のキャンペーンなんですけども、まあ、還元率が 3% にアップするというような、まあ、キャンペーンやってます。で、この 3% というのが、まあ、他のあらゆるクレジットカードの中でも最高ランクに高いですよね。で、まあ、通常 1% でプラス 2% が上乗せされるっていう仕組みなんですけども、まあ、月の上限が2000ポイントなので、まあ、月で言ったら、10万円までは、その 3% で使うことができるので、まあ、お得に使うことができると。で、3% で貯まったポイントは、まあ、もちろんマネックスとか仮想通貨、コインチェック使ってもいいですし、まあ、D ポイントだ、D ポイントだったり、ポンタポイントに使うことができると。まあ、使い道も非常に豊富なので、まあ、本当に10月31日まで期間限定でブーストして使うっていうのも、実はありかなと思いますので、まあ、ぜひ、このマネックスカード、5月19日から登場しますので、ぜひチェックしてみてください。